謝大感謝。あやみんでーす。ゆっくです。やすもんでーす。おかえりなさー。ただいまー。戻ってきましたー。お仕事激ハードマックスから。いやー、大変。セルフブラックから解放される。はい、ということでね、本日はウルトラセブンを引き続き見ていきたいと思います。そして、はい、初回のね、動画にコメントくださった皆さん、本当にありがとうございました。リクエストをお願いしたらね、もうものすごいドワッと上がってきて、私まで全部舐め回した舐め回したわ舐め回すように見て、集計してすごいで出しました、うん、でも今日見るのは集計に全く関係ないんですけどあれ第1、第2話の流れで見ようかなと思って、うん、前回ね、あやみんさんいないので、分かんないと思うんですけど、結構謎が多かったよ、みたいな感じが多くて、主人公がね、諸星ダンって言うんだけど、かっこいいね、名前。そう、かっこいい、突然かっこいいよ、うん、かっこいいよね、諸星ダン。かっこいいんだけど、しかもなんか、あれだったよね、役名も全部カタカナで出てくる、漢字当てられてなかった、かっこいい、みんなそうなのかな。あ、でも今回はね、アンヌっていう女のタイミングだけ、なんか感じが入ってる。大美人だった。そう、可愛い系。可愛い。見てみたい。で、まあね、そのよく分かってない部分も多いんで、うん、で、あやみんは今回が初見なんですけど、うん、まあ、逆にね、この完全初見で2話を見たあやみんの反応をお楽しみいただければ。意味分からんよね。ということで、まあ、今回はね、第2話を見ていきます。はい、第2話、緑の恐怖ということでね、なんだろうね、何のこっちゃって感じだけど、ね、森に襲われる。ああ、この曲知ってる。同じ感じ。ちょっと聞いてほしくて。あ、できたかな。でもなんかさ、この曲はなんか、おっ、キスがこうやった気もな。かっけーモチーフらしい。当たってたよね。当たってた。考察力えぐい。なんかもう見せたんじゃないけど、そう、ハリー・ポッター感わかる。あるあるんだ、うん、分かんないけど、分かるしか分からん。ほら、見てんだ。まだ見えない。何ですか、奥様。困るわ。あんなもの庭に置いたりしちゃう。うん、はい、音。私、いりませんよ。後頭部のシニアの月切りですね。あ、そんなにやつ。容姿的してんだな。大変。ロケットの来る時間だわ。ロケット、これは警察で連絡して片付けてもらいますから。なんかおしゃれだ。おしゃれだ。気をつけて。よし。出なきゃ待って。怖い怖い怖い。そうだ。あ、怖い。怪しいよ。ね、怪しいね。ちょっとちょっと郵便屋さん。郵便屋さんって。なんか同じ国やん。そんなもんだ。そんなもんだ。すごい。ロケットで行くの。中村氏も少しはなこれキャップなの、そう、まあ、別物になります、ね、あ、待って、この人はでもちょっとイケメンじゃない、この帰ってきた人、そこはちょっと厳しいの。何いや、全然可愛いよ、ちゃんとこれが諸星ダンって人が主人公、一応主人公、入門所にも許可を出しに行く、あ、一番イケメンじゃない、一番の中だった、一番イケメン、ダン君、お茶でも飲んでいかないか。ありがとうございます。しかし勤務中ですから。そう。じゃあ、そっちは。めちゃめちゃ。そう。なくて、いや、飲んでいけばいいのにとか、やりとりあるかなとか。そう。そうすぐどっか行って。いや、今、私持ちますから。はい。何にも反応せんかったみたいな。うん。目が。おかしいぞ。投資できない、投資能力ある、ワイヤー製から算出される金属、なぜこんなところに、はい、これあなたに、なんか怖いけど怪しい、おかしい、おかしい、あお、かたまり、あーあーやばい、酔っ払い、あーもうダメだね、フラグ立ってるよ、はい、あギンバがすげえ、ギンバがすげえ、意外な事件が次の世も起こる、あなた、あなた、何してらっしゃるの、あなた、なぜ鍵なんかおかけになったの、なんだろう、この物質は美人金属、明日の朝二人でアクロのベストへ行こう、ラグラグだな、食べる気みたいな、怖い、怖い、頭入ってる、
やばいね、やばいね。食べれてないけどさ、限界が。ああ。やばいでしょ。これはもう無理だ。なんで気づかんのっけ。頑張れ、逃げろ。失神した。ハリウッド映画みたいな。でかくなった。おじい。どうした？どうした？何？安全なとこにね。した時に事故を起こしてしまって、うん、ネタバレを見てしまったよ。あ、諸星なんて何みたいな、うん、どういうことになるじゃん。前回はさ、だってこの人がぶつかって、あ、そう、申し訳ない、みたいな、申し訳ない、ハハハみたいなって、うん、命をかけるみたいな、なんか謎じゃない。ちょっと予想聞きたいかな。なんかでもなんか元からそういう特殊能力みたいな備わってる設定なんかなみたいな、何かやきっかけでっていうよりはもう幼少期か、幼少期からしてきたみたいな。そうそうみたいなタイプ。全裸のなんかこういう、あ、そうキラ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 みたいなシリアスな感じで、シリアスな感じでこれはないよ。なんか変な能力みたいな出してなかった。投資みたいな、投資できないっつって、あれは前回なかったけど、うん、けどあれもろかった、ね、で結局その人は宇宙人だったけ、最初のシーンでなんか、お茶で、ね、めっちゃ好きなかったね。ヤクン、お茶でも飲んでいかないか。ありがとうございます。しかし勤務中ですから。そう、でも飲んでいくかねって言って、勤務中ですので、勤務中なので、そうすぐ石の方行ったもんね。0.1 奥さんでも可愛かった。奥さん奥さん旦那大好きみたいな感じのタイプの人やな。めっちゃせっかちだったけど、ね、すっごいとわたタイプだった。服も可愛かったのか。確かにセットアップみたいな、うん、おしゃれよね。レトロガールみたいな、ね、そう髪とかも可愛いよね。可愛い、かっぽい感じある。ちょっとヘッドガールみたいな、ちょうど流行ってるあれなんだろうね、多分髪型の。リバイバル来るかもしれない。インナーウェーブが一瞬流行ったしね。何それ。こういうやつ、卒業式とか成人式の時にこの前髪長い子とかがやるのが一瞬流行ったけど、広島まではやってこなかった。あ、結局やることなかった。高い広島には来なかった。肉質が良い。なんかね、カリカリじゃないよね。カリカリじゃないよね。なんか女性ガリガリじゃんもんね。みんな細いじゃん、めっちゃ。ちょっとこう折れるみたいな。やばいやばい。確かにね、言われてみたらなんか普通体型よね。お茶ではないけど、でもなんかこう中肉中背みたいな、女性らしい感じめっちゃある。確かに流行りみたいなのもあるのか。それさ、今ガリガリみたいな流行った。ガリガリ、ガリキ、いやマジガリキやん。ガリキ平安時代はもうポテキ。なんかあれみたい、ジュラキみたいな。ジュガリキ、ガリキとポチャキ。もうやだ、ガリキに生まれるべきじゃない。いやマジで、いやこの時期ポチャキに生まれとけば、この時期ね、この時期から平安時代からここぐらい、いや本当に生まれとけば、平安時代から昭和みたいな。お金持ちなんだもん多分ね。やっぱだって旦那がそんな警備隊だけどさ、あの最初にさ、なんか旦那ミルクっぽいみたいな。ミルクボーイって分かる。あ、ミルクボーイね。いやでも分かるよね、多分ひげじゃね、青ひげ、そう、色が白い人がね、青ひげ
な人とかね、わかるミルクボーイって感じ、わかる。いや、決して悪いってことじゃない、別に悪いってことじゃない宇宙から帰ってきて、ね、でなんかもう宇宙でその取り込まれたと思う、ね、もう完全にやられちゃったよね。最初のハリーポッターのシーンで、うん、宇宙船みたいなの来て、うん、置いちゃったんか、あれを。そうそうそう、うん、あんな感じおったよね。じゃあ本物のドクターミルクはずっと置くの、うん、なんか実はね、実は日本じゃん、途中怖かったね、もじゃもじゃもじゃってなったり、海藻みたいな、ね、そう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 、あれはどういうものをイメージしてああいうのを作ったんだろうって。今回あれかな、ワカメかな、うちじゃあちょっとワカメにしとく。ワカメも海藻系だと思う。コケ、コケとか、あコケもある、ねうん、あでも確かに水草っぽさある、あるある、あ水草か、確かにワカメとコケと水草、水草ネタバラシは皆さんからの感想で、そうですね、感想で教えてください、コメントでね、コメントなんか、ああ投げてたね、なんか素晴らしいやつ、トサカじゃないわ、確かに朝子めっちゃ攻撃できそうだね。いや前回はなんかやったんやね、シューンなんて今度って、あれもしかして見えてないんだけど、あれ坂で攻撃したの。いや前回はでもなんか普通にさ円盤みたいな、あーで最後これだったじゃん、ビューってビューみたいな出した、こっからなんか出るよ、へえ、それでさっきも出てたよね、なんかみたいなのとかね、ビーってやつ、あれの手ついたバージョンみたいなやつをやった。でも今回はもう完全に外れた、外れたかで、みたいな最後おじいちゃんの一番気になるのはすごく気になる、おじいちゃんもなんかだってあそこで出す必要も本当はなかったわけだ、なかったよね、なかったよね、なかったよね、そのまま外に運び出すんかと思ったらさ、トンネルの中に連れてたよね、あの雲みたいなとこに置いて、退避所みたいなところに入れて、おじいちゃんで、その後なんかその上でどこかしらみたいな、最後なんかジョン破壊されたみたいな、おじい中におるなのにわざわざ出してくる、じゃあ何かあのおじいがなんか意図があるのかな、あのシーンに、キーパーソンどこであのおじいがキーパーソン初めて出てきたのにだってあそこでさ、うーってそんな中だよな、最終話ぐらいで出てくるかもしれない、あのおじいのことはで、おじいが怪獣になるみたいな、その怨念とか、ジャミラ的な感じ、ジャミラ的な、だってもう最後瓦礫の山みたいなところ、あれは完全に生きてないでしょって思うもん、なんかトム・クルーズとかじゃないと無理だ、あははは、あははそんなね、そんな、そんな感じで作品感想でもね、なんかシリアスな感じで、最後奥さんにむちゃくちゃトラウマを植え付けてもらったよね、結構私はトラウマになるから、いや、ね、隣におった旦那が急にさ、ね、怪獣になって、ね、みたいな、うん、一回会ったことだったらもうなんかまたまたあるんかもってなるよね、もう部屋に鍵閉めるたびに奥さん会ったらおかしくなるよ、おかしくなる、発狂するよ、映像がちょっとやっぱ見やすくなっとったね、新しい、あのセットの上の音すごいね、わからなかった、言われんとわからん、可動領域が広くなっとった、なんかその施設内の、そう、行けるところが、これ多分さ、またこういろいろ回重なるごとに進化するんかなって思う、まあ全然あの謎は解けなかったんですけれどもだけどまあちょっと引き続きリクエストが多かったものから順番にちょっとあの皆さんのお声ではなるべく全話見てほしいっていうことだったんですけど、ちょっと動画にするのは全話って言ったらちょっと難しいかもしれないので、動画にするものはピックアップしてやっていきたいと思います。ということで今回はウルトラセブンの第2話緑の恐怖でした。ということで今回の動画がね良かったなと思う方は高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。はい、そしてチャンネル登録もぜひぜひお願いします。そして、コメントも皆さん毎回たくさんありがとうございます。今回もですね、いろいろ感想だったりとか、あと今回の猫のみんな予想したもののね、実はこうなんだよっていうのとか、あと引き続きウルトラセブンのこの話見てほしいリクエストっていうのはまだまだ募集してますので、ぜひぜひ皆さんからのリクエストお待ちしております。はい、そして、SNS やっております。ツイッターですね、こちら公式のツイッターがありますので、こちらでは配信のお知らせだったりとか投稿のお知らせ、あとは、まあ、チャンネルに関するね大事なことを、ツイートしていきますので、こちら本当におすすめしてます。フォローをぜひよろしくお願いします。そして LINE の各自のねツイッターもありますのでこちらでね結構みんな好き勝手強いつぶやいてますのでこちらもね興味ある方はぜひチェックしてみてください。そして TikTok もあります、こちらです、チェックしてみてください。はい、ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録、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 チャンネル登録タイムです。チャンネル登録タイムです。チャンネル登録